はい、皆さんこんにちは、ゆくはなです。今日見ていただいてありがとうございます。今回はもうすぐ2016年終わるので私のお気に入りのコスメを使ってメイクをしてみました。はい、こんな感じで、目元はこんな感じで、まあそうですね、はい、メイクをしてみたので、もしよかったら参考にしていただけると嬉しいです。はい、ではメイクスタート。はい、では早速メイクしていきたいと思います。私いつもって言っちゃうんですけどコメントとかでもっていうのがすごい気になっちゃうっていうコメントとかいただいたりとかしちゃうんですけども、で、そう、なんかっていうのがなんか口癖なんですよね。なのでちょっと気をつけます。はい、ちょっと今もって言っちゃったんですけど、はい、気をつけます。はい、ではメイクをしていきたいと思います。まずはですねまだ言っちゃった。はい、ベースとアイブロウと目の二重までは終わってます。で、これは松江区なので、はい、松江区ですね。松江区、セルフで松江区をつけてあります。はい。で、ベースで使ったのは、今回こちらを使いました。プレミアム BB クリームのピエラス16ってやつを使いました。で、これの使った感じとか、他のコスメのレビュー動画もちょっとアップする予定なので、その時に、まあ、使った感じとか、はい、お伝えしようかなと思います。はい。で、これをまず使って、で、まあ、いつも見ていただいている方は分かると思うんですけども、ダイソーのエヴァビレーナのスティックファンデーションを使ってます。で、シャネルのパウダーを使ってます。で、アイブロウも、こちら、シフレのアイカラーですね。はい。これ結構ね、買ったばっかりというか、ダイソーの3色のパレットのアイブロウのやつから、こっちに切り替えたばっかりなんですけど、結構もう、底見えな感じで、結構使ってます。本当にこれはかなり気に入ってます。はい。で、これを使ってます。で、二重はダイソーのこちらのタイプの、二重のテープを使ってます。はい。ですね、はい。で、保湿のミストもしてあります。はい、なので、まあ、ノーズシャドウというか、まあ、アイカラーとか、はい、からしていきたいと思います。まずはこちら、キャンドゥのフェイスアップパウダーの01スイートコーラルのこちらの色をノーズシャドウで使っていきたいと思います。で、ノーズシャドウは、そうですね。こんな感じかな。はい、こんな感じですね。はい。こんな感じです。では、アイメイク、塗っていきたいと思います。アイメイクですね。はい。まずは、こちら。ダイソーのアイシャドウのブラウンになります。こちらの、この色を全体的に塗っていきます。
い、こんな感じで色がついたな。次はこちらのビセのこの色とこの色を二重のところに重ねて塗っていきたいと思います。これはチップで塗っていきます。次にこのちょっと濃い色のブラウンを目尻寄りに塗っていきたいと思います。そしたら少し目尻の下にも少し重ねます。そしたら次はちょっとキラキラ感とかラメ感をちょっとプラスしたいので、ね、またこちらちょっと反射しちゃうんですが、こちらのパレットを使います。色はこの色ですね。この色を二重のところに塗っていきたいと思います。でこの色をこの目のこのあたりにちょっとこうキラキラ感な感じでハイライト的な感じで入れたいと思います。はい、こんな感じで全体的に塗ったら、ちょっと濃いブラウンを下目尻に少し引いていきます。よし、で、そうですね、あれだ、そう、あの、ハイライト、この色ですね、この色、ちょっと分かりづらいかもしれないんですが、この色を、目のこのあたりに引いてきます。本当にね、すごい綺麗なんですよね、キラキラ感が。でこれ、このパレット、あのメイク動画ではご紹介してるんですが、実際そのなんだろう、レビューでご紹介がちょっと、その一つ一つの色味のレビューがちょっと、一つ一つの色味のレビューができてないので、そのレビューもできたらなって思ってます。はい。はい。ですね。はい、こんな感じです。もう本当に軽くですごいキラキラ感が出るので、はい。そしたら次はですね。次は目頭セカーじゃ涙袋じゃなくて、ビューラーでまつ毛をちょっとつけます。
はい。で、目頭切開をしていきます。はい。次は涙袋ですね。涙袋はじゃあダイソーのオートマティックアイブロウペンシルで涙袋を描きます。結構はっきりこんな感じで。でもこれブラシがついてるのでブラシでなじませます。チーク、チークですね。チークはこちらを使います。この色を使います。でこのダイソーの春姫のブラシ、うん、春姫のブラシで斜めに、いってきます。ちょっとね濃く見えちゃうんですが、そこまで実際なんだろう、いい感じの色味なんですよね。はい、ちょっと濃いかもしれないですが、そしたらこのパレットのやつでハイライトを軽く入れていきます。リップです。でリップはまずこちらレブロンのこちら、スーパーラストラスマジックリップエッセンスのこういう感じのレブロンのリップをまずはつけていきます。はい、保湿でつけます。でもこれはグロスとしても使えるので、はい。で次はこちらランコムの322番を使っていきたいと思います。はい、こんな感じの発色ですね。はい、では最後に保湿のミストを2プッシュしてメイク完成です。はい、こんな感じです。はい、一応そうですね、まあ私のすごいお気に入りのコスメを使ったメイクの完成です。はい、まあ結構はっきりした、結構ちょっとこうなんだろう、うん、結構はっきりしたメイクなので、まあすごいなんだろうな、出かける時とか遊びに行く時とかのメイクですね。はい、メイクですね。はい、そんな感じです。はい。では、今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。はい。この動画の評価やコメントとかリクエストとか、もしあればよろしくお願いします。質問とかも大募集してるのでよろしくお願いします。はい。では、ゆかはなでした。バイバーイ。